この二人です。角谷選手、そして南野選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず角谷さんから伺いましょうか。前半2点、はい、と思ってますね。いや、よかったです。2点決めるって言ってたんですよ、ちょうど。はい、よかったです。2点目は外れたかなってちょっと思ったでしょ、はい、思ったっていうか、もう見てなかったです。外れたと思ったんでじゃあ、わーってなってたんで、あ、入ったと思っていい回転してましたよ。はい、3点目も面白いですね。本間選手とこう取り合いになってましたね。そうなんですよ。あんなフェイントしてくると思わなかったので完全に引っかかりましたね。どうですか、この雰囲気の中でのサッカーは。そうですね、まあ、天候も、まあ、雪降ってちょっとどうかなと思ったんですけど、まあ、たくさんお客さん見に来てくれて、はい、いい雰囲気できましたね。南野さん、はい、どうでしたか、雰囲気は。そうですね、まあ、やっぱりすごいたくさんのお客さんが入ってくれて、まあ、普段まあ、プレイしてる環境とはまだ少し違う環境で、プレイできて、すごい自分にとってはいい経験になりました。いや、見てたらもう前からプレッシャーかけるし、もっとシュート打つのかなと思ったけど、ちょっと遠慮してました？いや、まあ、陽一郎くんと、まあ、いい距離感保ちながら、プレイしようっていうのは。真面目なコメントはいい。結構さっきからずっと、俺によこせって言われたんじゃないのか、ちなみに。いや、俺全然言ったですよ。僕、たくみ言っても聞かないんで。仲いいんですか、悪いんですか。いや、いいと思いますけど、でも、プレー中はもう全然、まあ、そうですね、気を使うことは、はい、ないですね。はい、ただ、ここに来た瞬間に、アトロックドリームズがシュートシーンだったら、もうマイクつけながら、よっしゃとか言ってました。もういいですね、若いって。まあ、そういう意味ではね、普段はライバルチームで戦っている選手じゃないですか。はい、こう、一緒にこう、プレーしてみて、こう、なんでしょう、こう、励みになるとか、刺激になる部分はどうでしょうか、角谷さん。やっぱり、まあ、特に今日で言うと柴崎君とかは、まあ、やっぱり、まあ、相手ながらいつも嫌なプレーやな、プレーやと思ってたけど、今日は味方で本当にやりやすい選手だなと思いましたね。これ南野選手なんかもパッとやって、合いそうな選手とか、なんか空気でこう感じる選手っていました？いや、でもやっぱりみんな自分の動き出しを見て動いてくれたりとか、気を使うプレーなんていうのをしながら自分のプレーも出しつつっていうのはすごい上手いんで、そういうのはすごい自分も感じるところはいろいろありましたね。そうやってね、こう初めて会っても感じるっていうことができるとすごくいいですよね。シュート2点取ってますから、ね、ああ、オークション、やばいって言ってナイス、来た来た。さあ、チャンスか、元気、原口元気がいく、どうさい。ああ、取っちゃった。福田さん、ちょっとマジで怒ってる。ハンドだろって。よしよし、いいぞ。ちょっとイライラが募ってきてる。いや、でもこの二人見てると、本当ね、今シーズンもノリに乗ってたんで、なんかサッカー今やってて楽しいでしょ。そうですね。ね、はい、なんか自分のプレーもこう、どんどん積み上げられていくような感じもするし、次何したい、何ができるっていう感覚でずーっとプレイしてるんじゃないかと。どうですか、お二人は。まあ、特に今シーズン終盤はすごい自分たちのサッカーできて、最後までこう優勝争いできたんで自信にはなりましたけど、でもやっぱり結果としてね、4位で終わっちゃってるんで、反省するとこはやっぱ多いですよね。まあ、それは1チームしかトップ取れない。そうなんですよね。そこを目指していくから価値があるんでしょうけど、今シーズンのその悔しさっていうのはきっと来年には生きるんでしょうね。もう、そうですね。何をするんですか？早くしたいですね、もう。早くしたい。早くサッカーがしたい。はい。え、南野選手は18歳。はい。まだこれからですよ。ね。まだやることいっぱいありますよ。はい。で、来シーズンは、まあ、角谷選手はワールドカップという大きな舞台が、ね、あるシーズンですし、南野選手も、まあ、19歳以下の日本代表、はい、あるいはそのね、ワールドユースに向けて、はい、20歳以下のワールドカップに向けてというものもあると思うんですが、そのあたりのこう意気込みというのを伺いたいなと思います。まず柿谷さん。まあ、もちろんワールドカップ狙ってますし、こいつはワールドカップ出る気でいますから。おでしょうね。はい。もう、ね、自分の代とか、もちろん大事かも。代はそうかもしれないですけど、たくさんも、俺がワールドカップ出るんやっていう気持ちでやってますから。いや、いいと思いますよ。まあ、カテゴリーがあったとしても、はい、やっぱりこう、A 代表ですよね。ワールドカップ。全世界が見る中で。そう、俺のプレーを見ろと。はい。めっちゃうなずいてました、今。自身の言葉ではどうですか？いや、まあ、まあ、プロでやってる以上は、まあ、そこを目指して当たり前だと思うし、まあ、そういう世界だと思ってるんで、はい。まあ、チャンスあれば、まあ、自分も行きたいですし、まあ、やっぱりチームメイトの栄一郎君が、やっぱりそういうところで活躍してるっていうの
まあ、身近に感じることが、まあ、あるんで、まあ、その分そういう気持ちはすごい強くなってます。柿谷選手がだいぶ変わったってことですか？柿谷選手から影響を受けてるってことですか？いや、まあ、やっぱり違うの どういう意味だ。代表、まあ、テレビで見てて、うん、やってる人がやっぱり俺でも同じ練習やったらっていう、うん、でも練習をね、一緒にやってたりすると、柿谷選手もやっぱいろいろ変わってきて、代表でやっていかなきゃいけない部分っていうのをやって感じてるのを、そこで感じて、こいつだったら抜けるぞと思ってるんですよ。そうです。いや、はい、いや、本当に、あれです。その感じがもうひしひし。いや、違うね。いや、でも本当にね、代表の舞台に共存するってことに。あるわけですよね。杉田さん、はい、南野選手、嫌しか言ってないんですよ。ちゃんとしたコメントを取っていただいて。じゃあ一言、南野さん、はい、決意を来シーズンに向けて。あ、そうですね。まあ来シーズン優勝に向けて、まあまたチーム一丸となって頑張っていくので、まあ自分も、まあ自分の今年、まあ、見つかった課題とか、そういうものを、しっかり克服して来年、まあ、もっと結果を出せるように頑張っていくんで、はい、応援よろしくお願いします。はい、楽しみですね。柿谷選手、そして南野選手にお越しいただきました。お二方どうもありがとうございました。